4章の46節いきますね。ここは、王室の役人の息子さんが死にかけていて、王室の役人が、この王室の役人というか立場の人ですね、その人がイエス様のところに、ね、息子さんを連れてくるお話なの。息子を連れてくるんじゃなくて、息子さんを連れてこれないから死にかけてるから自分がやってきて直してもらう話なんですけどね、今日はそこから共に学びたいと思いますね。で、聖書を見てると いろんな癒しのパターンがある。分かりやすく言えば癒しに限らずイエス様が願いに応えてくださるんですけど、その場合にいろんな形があるんです。で、どうぞいろんな形があるので、いろんな形を通して神は働かれるということを忘れないでください。私たちはね、狭く型にはめたがるんですけど、神様は本当に大きな方で心を見られるんですよね。それをね、覚えてほしいと思いますね。で、それでいいですか、46節いきます。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。まあ、ガリラヤのカナというとね、一番有名なのは結婚式、まあ、間もなく結婚式をされる方もいらっしゃいますけどね、ガリラヤのカナではなくて三つ辺の森のウェディングレストランですので、間違いないようにね。で、それでですね、ガリラヤのカナで、これは結婚式、そこでイエス様は水をブドウ酒に変えられました。そういう奇跡をなさったんですね。で、その場所にまた再び来たわけです。ね、そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さて、カペナウムの病気の息子がいる、お家の役人がいたと。我々分かりにくいですけど、カペナウムっていうのは、いつもよりカフェナフームって言って、慰めの村って言うんですけど、イエス様のガリラヤ宣教の拠点です、ね。で、そこは、そこからこのカナまでは、30キロ以上、40キロ近く、まあ、ちょっと説によって違いますけど、まあ、30キロ以上はあります。40キロまではいかないけど、10里と言われてますから、1里が4里としたら40キロになりますね。まあ、今だったらあんま簡単に行ける距離ですけど、車でね。当時は歩きですから、1日かかる距離です。ということは、この王室の役人は、1日かけてイエス様が来たということを聞いてやってきたということがあります。で、王室の役人ですから、立場があるんですね。ね。で、おそらくお金もあったでしょう。で、おそらく名声っていうかね、人脈もあったと思うんですね。で、ところがこの人はその自分の息子を、次ね、47節、この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子は死にかかっていたからであると。一つ目のポイント、イエスのところへ来たって、行きって、イエスのところへ行った、イエスが来たってことなんですね。なぜ来たかというと、この人は息子がいて、とっても愛していたんだと思います。目に入れても痛くないっていうね、昔小渕牧師がですね、家庭集会に行った時ですね、まだ幼い陽子ちゃんに向かっていきなり言うんです ね、目に入れ目に入れって言ってね、で、意味が分からなかったんで、最初ね、目に入れ目に入れって言うんですよね。で、どういうことかなと思ったら、ね、目に入れても痛くないって言いたかったんです ね、忘れませんよね、あれね。まあ、痒くてたまらないんでしょうね。やっぱ一人娘は怖いですね結婚する時大変だと思うんですけどねでね、何かというとですね、で、この人も、この場合息子さんですけども、息子であっても娘であっても、やっぱりかけがえがない、可愛らしい、何としても直してあげたい。で、彼はお金がおそらくあったから、メインを一緒に呼んだでしょう、ね。それから4人組バンドがいるでしょう。行った時ね、板前様だと呼んできましたからね。で、聞いたら、なんかすごいスタッフたちにね、スタッフたちにはね、そこのなんか行ったところの名産をたくさん食べさすんですって。その板前を飛ぶんで、その代わり要求がすごく高いんです。 PA に対してでもすごい要求が高くて、ものすごい高いんです。だから喧嘩することもあるらしいけど、その代わり最高も食べさせるみたいですねなんかね、まあ、ちょっと脱線しましたけども、もう自分の使えるお金を使って、自分の使える人脈を使って、自分の立場も使って何とかし直したいと思ったけど、立場もお金も人脈もこの病気の前に役に立たない。どんなに頑張ってみても役に立たない。いいことですね、皆さん。人間の限界にぶつかることはお金で解決できない、努力で解決、どんなにやっても解決できない問題にぶつかることはとっても大きな祝福です。いいですか。なぜか、そうでなかったらこの人はイエスのところに来なかったでしょう、ね。彼は本当に愛する息子を何としても直したかったけど、もう自分の持っているものすべてを使ってもどうすることもできなかった時、話を聞いたんです。
あのイエス様、水をぶどう酒に変えたと言われているイエス様が、あちこちで癒しと奇跡をなしているイエス様が、ガリラのカナに来たぞって、また来たぞってね、カナに来たぞって、カナワンとは言わなかったんですね。カナに来たぞってことを聞いた瞬間、この人だったら治してくれるかもしれないって、この人だったら癒してくださるかもしれないって、いやきっとこの人だったら治せるだろうって思って、まあ、そう思ったら気がついたらおそらくね、もう、召使いいっぱいいるから、ね、召使いにね、食べに行く準備をしようとか言ってね、気がついたらもう、織田信長タイプだったら走り出してます。癒やすタイプだったらみんなが準備するの待ってからゆっくり行くかもしれませんけど、まあ、とにかく気がついたら行ってた。つまり、もう生きたんです。要はね、皆さんの愛する人が困難にぶつかっていったら喜んでください。自分で解決できないことにぶつかってきたら、どうしてか、神に出会うチャンスです。さっき言いました、その昨日初めて生まれて初めて来た方、前からずっと奥さんはご主人が教会に来るように救われるように祈っておりまして、私もよく一緒に祈りましたが、ついに来ましたね。どうしてか分かりますか？プライベートなことなんで詳しいことは話しませんが、もうどんなに頑張っても自分で解決できない問題にぶつかったんです。だから積極的というわけじゃなくて、もうどうしようもなくなって、奥さんがクリスチャンで前から言ってて、もう神様しかないって言うから、それでも嫌なんだけど、あんまり言うから、じゃあ一回行ってみようって来たんですけど、目は真剣でした。こんな感じでしたけどね、最初はね。でもほんと聞いてね、こんななってね、うんとなってね、最後はこう聞いてましてね、祈りに来た時はね、真剣で、最後は涙ぐんでね、それでね、握手して帰りました。求めてどうすることもなくなったら人は来るんです。どうしようもなくなった時来るようにしといてねどういうことかって言ったらね、やっぱり普段まあ何て言いましょうか、まあ証を立てれてても立法的なのかな、何て言ってるのかな、本当にイエス様は素晴らしいんだってこと、イエス様は何でもできるんだってことを分かっちゃうということと、何て言うかね、お前の言ってるとこだけ行きたくないっていうふうにならないように気をつけてくださいね。で、まあこの時それでこの人は来たわけですよね。天国からの奇跡って映画を見た人はね、見てない人のために簡単に言えば、娘さんがいてね、娘さんがまあちょっと難しい病気だからちょっと忘れちゃったけど、病気はとにかく腸が消化しない病気で、でもう死ぬかもしれないっていう病気だったんですね。でところがそうだったんでも、お母さんはクリスチャンだったんだけど、神様に祈っても祈っても治らないし、でまあ、して教会の人にね、あなたが罪があるからじゃないなんていうことをね、まあ、分かりつけばそういう言い方をされたから、それこそあそこですよ、あなたが罪を犯したか子供を罪を犯したかっていう、そういう感じで言われたから、もう教会も行きたくないってなったわけですね。で教会も行かなくなって、もう祈れないわってはっきり、私は祈ることもできないってはっきり言ったんですよね。そういう状況だったんところがね、その娘さんがね、まあ、木登りすることになってですね、でそして木の中に落ちちゃったんですね、10メートル下に。これでね、木の中に落ちたから外じゃなくて、もう大変なことになった時に、もう追い詰められて、思わずも神様って言って、気がついたらその木に手を置いて祈り出してたわけですよね。そしたらかっこいいですね、あそこね、ご主人が来てパッと肩に手を置いて祈ったら、2人の娘が来て、あお姉さんと妹が来て祈って、その後牧師たちとか教員と来て祈るんですね。ああいうところがね、やっぱりねいいですね。ね、長崎教会もそういうふうになりますかね。パッと来て祈ったら勝手に祈りなんて言わないでね。やばいね、これ。でね、何かというとね、あの時なぜお母さんはひだまずいて木に手を当てて祈ったかというと、本当に追い詰められたからです。どんなに頑張ってもどうすることもできない状況になったからですね。自分の努力や頑張りではどうしようもなくなるところに行った時、人は神様に行きます。で、イエスのところに来たんです。どうぞ、まず私たちがイエスのところに行くべきですし、皆さんの愛する人が絶対絶命になった。で、もちろんこの時、本人は来れないんです、死にかけてるから。どうもこの文脈を見たら、本人もイエス様を信じてないのも、おそらくこの文脈から見たら。ということは、それでもこの役人は来たんです。あなたが来ればいいじゃないですか。いや、もう来てますね。すいません。だったら期待してください。この役にはキリストが来たんですよ。キリストが来たんですよ。キリストのところに来たんですよ。いいですか？
キリストのところに来て裏切られることは決してないんです。イエス・キリストは裏切ることのない方なんです。イエス・キリストは不可能のない方なんです。どうしてかって、イエス・キリストは愛と哀れみにしていて、キリストに言いました、ほっとけない方なんです。日本語で愛って言うと誤解を招きやすいからね、聖書の言ってる愛はほっとけないのです。そのままにしておけないのです。心がキリキリ痛んでほっとけなくなってしまうんです。その方のところに来れば必ず神が回復してくださるに決まってるじゃないですか。でこの人はそれを選んだ。ところがね、2つ目のポイントいきますよ。48節、そこで、ね、直してくださいって願ったんだね。だって願ったって書いてあるから、ね、まあ、死にかかってるから助けてください、死なないように出してくださいって思ったら、願ったらイエスは言われます。分かって言ってあげようとかね、言ってない。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。なんじゃこれって感じですね。で悪く読んだら冷たくさえ聞こえますよね。印と不思議を見ない限り信じないって。で今日実はここをね、なんかポイントだと思ってるんですよ。2つ今日示されたの、ね、いろんな解釈があるでしょうけど、今日は2つ示された。1つは印と不思議を見ない限り信じないっていうことはどういうことかって言ったら、もちろんイエス様は喜んで奇跡もなされるし、印も不思議も行われるんです、ね、印と不思議ってのはどういうことかって言ったら、イエス様が救い主であるメシアであるということを証拠立てるものなんですね、まあ、分かりやすく言えば。でもつまり奇跡を行うということなんですけども、ね、奇跡を行うと信じるのかって、奇跡を見ると信じるんでしょっていうこと。つまり何かというと、何かをしてあげるから、何かを見るから信じるんでしょっていうことなんですね。そうじゃなくて私自身を信じてほしいって。当然その結果として印や奇跡は現れるけど、印や奇跡をしてもらえるから信じる、印や奇跡をしてもらえるから大好きっていうんじゃなくて、私自身を信じて私自身を愛してほしい。当然その結果としてイエス様は印や奇跡を行うけれども、分かりやすく言いましょうか。すぐ思い浮かんだ人がいるんです。誰だと思います？何度も説教してますけど、佐世保の山田牧師。すぐ思い浮かんだ。ここで例え何にしましょうかと思ってもすぐ思い浮かんだんですね。山田牧師は勝ってリストラになりました、不動産業界でね。で彼は絶対になると自信があった。彼の免許で経営してたからね、その会社は。でもね、本当に会社ってのはね、会社に献身していた人ですね。もうね、安いも何もかもの献身してたのに、会社が傾くとね、彼は使うと年を取っていて高級払わなきゃで、家族もいるから家族手当もしなきゃいけないと。ところが若いのを使って、独身で若いのを取り立てを使うと、免許は一緒だけど取り立てを使うと給料安くで済むし家族手当もいらない。だから彼を切って若いのを雇うっていう、まあこれがやっぱりね、利益追求型の社会の残念ながら避けられない現実です。どの世界でも、世の中ではね。で絶対自分の免許でやってるからリストラされないと思ったら、リストラされちゃったらびっくりしたわけですよね。でも山田牧師優しいですね。思ったことがないかったらね、奥さんが大丈夫かなって、ね、言えなくて1週間苦しんだってね、優しいですね。奥さんに当たりするとかね、八つ当たりするとかですね、奥さんにできないって言って謝るんじゃなくて、こういうの大人って言うんですよね。奥さんがなんてどういったら奥さんが痛まないだろうかって考えながらね、1週間苦しんで直接言えないから電話かけたんですって。できるだけ明るくリストラされたとか言ってね。でこの時ね、ノンクリスチャンで多くの世の中の場合はね、例えば、ね、あるんですよね。セレブの奥さんがいて、とっても金持ちの人がいて、立場を失ったら、いっぺんにどん底に落ちたら、お金がなくなると、稼いでこないならあなたはただの粗大ごみ、ね、何してるの邪魔よって言ってね、そのうち別れちゃうって。逆もあるんですよ。逆も、ね、奥さんが怪我して事故したらね、もうお前役に立たないからいらないって逆もありますよ。ぐらいでも、でもその時何て言ったと思いますか。まずハレルヤって言ったんですね。ハレルヤってね、聞いた瞬間奥さんが狂ったのかと思ったってね。でその時です ね、その時のセリフがね、やっぱりいいですよね。あ、皆さんそういうふうに言えるようになっておいて ね、神様はあなたを会社から私のところに返してくれた。これで一緒に教会に行ける、よかった、ハレルヤって言ったんですよ。私も男性だから分かりますけどね、
解釈になった時にね、ええー、とかどうしてとかこれからどうするのとかって言うんじゃなくてですね、ハレルヤってね、ああ会社から私のところに返してくれた、神様ありがとう、一緒に教会に行けるわって言われたらね、それは教会行く気になりますよ。これは稼いできたお金じゃない、ご主人が必要だったん。当然ご主人は何とかして稼いで家族を養おうと思います。イエス様も一緒なん。もちろんイエス様は癒して奇跡を行って助けたいに決まってるし、助けるに決まってるんだけど、イエス様のことを言いたかったのは、何かをしてもらうから信じるのか、何かをしてもらえるから私のことを頼りにしているのか、私自身を信じなさいって、私自身に目を留めてほしいって言われたん。ちょっとこれ大事なところなんです。多くの方々が奇跡があるから信じてるって言ったなら、それはこの世のご利益宗教と何ら変わらない。繰り返しますよ、この世のご利益宗教なんか相手にならないぐらい神は絶対的に奇跡をなされる。だってこの世の神々なんて悪霊なんだから、たかが知れてる。神の方がはるかに大きくて力強い。だけども神様は信仰と愛と希望って、ちょうど今日の言葉だったでしょ、ね、神ご自身を信じること、イエス様ご自身を信頼することも願われる。だから信じてほしい、見ない限り信じないのかって言って、私自身を信じてほしいって言ったの。でもう一つね、もう一つはね、見ないと信じないのかって言ったの。見ないとって、で思い出してください、ヨハネの20章だったかな、トマスがね、かわいそうにね、トマス言ったらすぐ疑う人になっちゃうけど ね言うじゃないですか、あそこでね、あなたは見たから信じるのかって、見ないで信じるものは幸いである、新改訳、昔の方がいいですね、見ずに信ずるものは幸いになれってね、見ないで信ずるものは幸いだ。技が起こる、目の前に何かが起こるのを見るから信じるんじゃなくて、私を信じて、だから私の言葉を信じて、何も起こってなくても私を信じて、私の言葉が起こったら信じなさいっていう、それを言いたかった。その2つがこの言葉の中にあると思います、ね。で、それからね、そうか、もう一つ言いたかったんです、すみません、順番狂っちゃったけど、山里ゴスペルクラブのね、お箱があるんです。それは後藤ゴスペルクラブの箱でもあるんです、まあ、単純に真似しただけですけど、ね、あなたは大丈夫だよっていう歌ですね。で、この歌はですね、お母さんが作った、不登校になった子供のお母さんが、で面白いの、何が面白いって、不登校になったお母さんは子供を怒ったりすかしたりなだめたりいろんなことをして学校行かせたかったの、行きませんでした。歌を作った時どうなったかって言ったら、最終的に彼女は、お母さんはもう随分あれ短くないんですよ、かなり長かったんですよ、長い間経ってもう生きてくれたらいいって、まあ、悲しいですね、すぐ気づいたらいいんですけど、なかなか人間はそうはいかない、私も父親だからよくわかるね。ある年月がかかった時に、生きてくれていたらいいって、いてくれていたらいいって、これは本当に存在そのものを受け取ったんです。点数がいいからいいんじゃない、早く走るからいいんじゃない、金メダル取ってくるからいいんじゃない、学校行けるからいいんじゃない、存在そのものを受け取ったん。そしてあなたは大丈夫だよっていう歌ができたん、まあ、今日歌いませんけど。そしたら息子は学校行くようになりました。今はちゃんと社会復帰してます。これは見事ですね。イエス様はね、もちろん喜んで奇跡をするし、放っておくわけないじゃないですか、イエス様って方が。でもイエス様はもっと本当に人格と人格で信頼と愛の中に関わってほしいと願ってるんです。わかります、はいね。そしてね、最後に、そしてその後にこうやったんですね、この次49節、王子の役人はそう言われてね、主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。そういうのともね、一瞬来たら冷たく感じるこの言葉だけど、この王子の役人は引かなかった。来てくださいって言った。カナン人の女もそうでしょう、お言葉その通りですけど、パンくださいいただきますって言ったら、この人ももっと食い下がったと思うんですね。これぐらい離れたらね、もっと近づいていってね、わかりますよ、そういうこと。冷たく言えるような声を聞いて離れていく人はその程度なんです。もっと近づく人は2つある。1つはどうしても息子を治してほしいっていう息子に対する本当に愛があるったら迫るんです。あなたしかいないんですから、なんて言われてもいいけど、とにかくやってほしいって言ってこう願うわけですよね。でもう1つはイエス様に対する信仰です。
イエス・キリストならおできになる、イエス様ならきっとしてくださるっていう、イエス様に対する信仰と本当に息子に対する熱い思いがあれば引かない。だからね、チャレンジされることありますよ、ね、その時になんかね、そんなことないんだけど一瞬 神様が冷たく感じたり、ね、まあ、牧師が冷たく感じたりすることは多々あると思います、すいません、ね、しかしそれで引く程度の願いじゃなくて、でもイエス様あなたにはおできになるでしょうって、どうしても治してほしいんですっていう願いがあったんです、この人には。だからもっと食い下がった、ね、お祈りしてくださいって。そして面白いイエス様は、ね、言われたんです。言ってあげようとは言ってないんですよ。帰っていきなさい、これ冷たくないんですよ。あなたの息子は治っています、ものすごく短いけどね、帰っていきなさい、あなたの息子は治っています。重要なことはさっきの言葉つながるんです。目の前で治してくれって言ってない、帰っていけって、治ってるからって言葉なんですよ。素晴らしいのはこの時、この100人対象じゃなくてこのお家の100人はこう書いてある。その人はイエスが言われた言葉を信じて人についた。本当にイエス様のご自身を信じるようになったから、見てからじゃない、癒されたことを見てからじゃない、また技が現れてからじゃない、もうキリストご自身を信じようって言われた通り、キリストご自身を信じたから、イエスの言った言葉、帰ってきなさい、あなたの息子が治ってるって言った時、目の前だって、あの、いいですか、今みたいにスカイプできないのです、 LINE もないんです。だからパパッと見れないんです、わからないんです、情報なんかすぐ来ないんです。でも彼は信じた、この方がおっしゃるんだから、この方は嘘はつかない、この方が言ったらそうなるんだ、信じたんですよ。まさにキリストを信じたんです。だからその言葉を信じた、そして帰っていくわけですね。そしたら、ね、下っていく途中でしもじたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことで、つまりね、嬉しかったんでしょうね、まあ、召使いたちしもじたちがね、治ったからね、早くご神様に対しろってこう一生懸命来てくれたんで、和田さんに来てくれるしもべがいるってことは、ね、しもじとの関係も良かったんですね。それでね、パッと来たらね、どうしたんだってね、いや息子さんが治ったんですよって時ね、すぐ聞いたん。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねたってことはね、彼の子らがね、いつだって思わず聞いたのはね、やっぱり言われた時、ね、昨日の第7時、まあ、これはね、午後7時という人と午後1時という人がいるんですね。新海学は午後1時の説を取っています。まあどちらでもいいです。とにかくイエスさんは言った時間、その時間に熱が引きましたってこう言ったわけですよ ね。それはまさにイエスさんも言った時間だったん。それでお父さんは、父親はイエスがあなたの息子は治ってると言われた時刻と同じであることを知った。まさに主があなたの息子は治ってるって言ったその時間に、その時治ってた、信じた通りになってた、イエスが言った通りになってた。これは感動したと思う。それでね、面白い、あなたの治ってることを時刻を知った。そしてこう書いてある、彼自身と、もちろん彼は信じる、彼の家の者がみんな信じた、息子も含めて。治ったこともそうだけど、実はその時間にちょうど言われたんだって、まさにその時治ってたって、みんな信じた。ということは、息子が死にかけたことはこの家族にとって実は最高の祝福に変わったでしょう。これが神です。いいですか、イエス・キリストを人に知っている人にとっては死ぬかもしれないという最悪が最高に変わった。天国からの奇跡もそうですよね。最後になんか本人が出てきましたよね、アメリカって感じでしたよね。それ以上言いません、こうね、ね、ちょっと ね、そういう感じでしたけども、ね、すごくにこやかでよかったですね。でも、ね、やっぱり面白く言ってましたね、ある人がね、映画化したようにちょっと細くしてあるとか言ってましたけどね。でも何かというと、あれ、娘が死にかけたから、本当に家族だけじゃなくて、あって映画になって、全世界に神の愛が伝えられたでしょ。これ、王室の役人が、もう息子が死にかけたから、彼はイエス様のところに行き、イエス様は言われた通りになるのを体験したから、息子もお父さんも家族みんながイエス様を信じた。おそらくね、召使いも信じたと思います。でこれに勝る祝福はありませんよ。これに勝る祝福は、ということは、死にかけたことは何一つマイナスではなかったってことなんです。いいですね、イエス様を信じている人にとってはマイナスは最高の祝福の始まりです。だから今週マイナスが来るとは言いませんが、
もうすでに来てるんじゃないのかな。来てる人は気持ちを切り替えて、主だ、イエスのところに来ればきっとなんとかなる。でもしかしたら今ね、印を見かけ信じないってね、こう一見聞くと冷たく感じる言葉を聞いてる人はね、もっと迫りましょう。主は言葉をくれます。言葉を信じてください。その通りになります。主の言葉には力があるからですね。あなたの息子は治っている、帰ってきなさい、あなたの息子は治っている。いいですね。礼拝から帰っていったら息子は治っている、礼拝から帰っていったら救われている、癒されているってね、そういうことですよね。神様の言葉は生きて働くんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。本人がいるからですけどね、野宮牧師が入院した時ね、どうなるかと思ってご自身まで入院しちゃってね、でも結果的には先週か先々週見せたね、あの笑顔の写真になりまして、で私は新しいオーダーを言いました。毎日お見舞いに行くようにって、いや娘が言ったからって怒ったんですね。娘と妻は違うって、娘に妻の代わりは絶対にできません、絶対にできません。娘は海外のない娘です。妻が娘の代わりもできません。しかし妻の代わりもできません。あ、もうそうだ、そうですよね。だからね、言ってくださいって言ったんです。で今言ってます ね、まあ、言われるの待ってたんでしょうね。昔はね、言ってもね、ええとか言いながらね、行かなかった気がするんですね。あの事故がなかったら、おそらく事故があってよかったですね。そういうようになってよかったですね。特別ですか？違うでしょう。一緒ですよ。神にはエコひいきなんて絶対ないから。人間には悲しいけど好き嫌いがあるし、人間には弱さがあるから、そういうことは少しぐらい悲しいけど起こることはあり得ると思います。つまずかないで、お互い罪人だから。でも聖霊満たされたら違いますよ。聖霊満たされたらね、もう本当に神様とね、恵みがあるから。でもイエス・キリストは本当にエコひいきなんかありません。どの人にも、どの家庭にも、どんな問題に対しても同じように神を扱ってくださいます。そして同じように言われます。私は奇跡を行えるよって。どんなことも不可能はないよって。だけど、だから信じるんじゃなくて、私自身を信じてほしいって、私自身を愛してほしいって、そして私の奇跡とあふれるほどの愛のあれの結果である技をたくさん見てくださいって、喜んでしようって。ありますよね。あなたの銀通帳ばっかり見る人だと嫌になるでしょ。でも本当にあなたのことを思ってくる人だったら、持ってきて言いたくなるでしょ。ならないかな。これね、ありますか。でもそのことをね、覚えてください。これ大事なところなんですよ。今日主と不思議を見ないか信じないところがね、実はよくわからなかったんで、そこを祈ったらね、主がさっき言った2つのことを言われたんですよ。でそこが鍵だと思います。本当に主ご自身を信じる、見ないでキリストご自身を見る前に信じる、あの技を見る前に。技は必ず現れてきます。言葉は必ず成就します。そのことをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お願いします。